寺の仏像を打ち壊し、勝った気でいるとは片腹痛い。この上は明王の尊領を表し、書店全身の気髄をもって豪魔の真の姿を見せる。一切湘南を滅陣しようぞ。これは一体どういうことだ。わしの元の体ではないか。桃姫に宿って不動明王を切りつけた。あれは夢か幻か。いや、そうではない。あの太刀のせいだ。なるほど、過去の因縁と因果を断ち切る村正。となればここは、あの世あの時、場所は美濃の鳴上城門前。向こうから来るのは雪の城と桃姫。わしが切りかからねば自業自得の未来もないと、そう言いたいのだな、村正。前を見て歩かぬとまたつまずいてしまいますよ、桃姫。まあ、それは雪の城様が指し示された桜に気を取られて。雪の城様もじいのようにわらわにしとやかさが足りないとお思いでしょうか。元気があって可愛らしく思いますよ。まあ、お顔の色が優れぬようですが、どうかなさったのですか。どこか具合が悪いのでは。いや、少し風をこじらせておりましてな。お気遣い無用。道を開けろ、貧乏浪人。そのむさい姿でこの通りをうろつくでない。なんだその目は。不服なら抜いてみるか。相手になるぞ。もっとも、その腰の竹光では相手にならぬだろうがな。この通り、ご勘弁を。村正、運命は変わったぞ。文句はなかろう。間違って取り付くこともなく、不動にも目はつけられず、これで桃姫が死ぬこともない。お越し入れの話、お聞きになりましたか。もちろん、私たちのところでもその噂で持ちきりです。若君に寄り添って歩いているのをお見かけしましたが、鳴上のお姫様のなんと初々しくお可愛らしいこと。若君は男前で女性に人気がありますから、妬む女中もいるのではありませんか。それはもう。ですが、あのお二方のむつまじいお姿を見れば仕方がないと顔もほころんでしまいましょう。何にしてもおめでたいことでございます。これは奥様、雪の城様はいずこにおいででしょう。お役人様が参りましてお目通りを願い出ております。そういえば他の女中も何やら言うておりましたが、何かあったのですか。城門の前に雪倒れた浪人が屍を晒しておりますので、一応の見聞にお役人様が参ったのでございます。まあ、この寒空に一人寂しく息を引き取られるとは、おかわいそうに。これも何かの縁、わらわからもお願い申します。その方を手厚く葬ってあげてください。おや、見かけぬ顔じゃが、そなたは。身の回りをお世話いたします、菊にございます。今日よりよろしくお願いいたしまする。いかがいたした。故郷が恋しくなられましたか。不自由があれば申してください。
良きに計らいましょう。まだこちらのお屋敷になれず迷うこともありますが、雪の城様がおられますだけでわらわは幸せにございます。こうして柳生と鏡両家の関係が盤石となった今、お上の覚えもめでたく、鳴神藩も安泰、まっことめでたきことにござろう。雪の城様は以前より荒々しくなられたように思います。何かお気に召さぬことでもおありなのでしょうか。出し抜けに何を申すかと思えば、そうか、荒々しいか。うん、以後気をつけよう。お上と親父殿の意向に背いて少々やりおうたので気が立っておったのであろう。それはまたどのような。我らは夫婦、わらわでよろしければお聞かせください。何、もう済んだ話、そなたが気に病まずともよい。話といえば、例の話を不況ついでにねじ込んでおいた。柳生新影流をも超える新たな流派を起こす剣よ。まあ雪の城様、では新影流にも負けぬように良い呼び名をつけねばなりませんね。そうだな、おぼろ、いや伊豆名流とでも名付けようか。この雪の城、これ以降歴史の表舞台から姿を消しますが、様々な事件の裏には密かに名を連ねていたようで、暗躍の証拠が随所に見受けられると教えてくださるのは、今に研究を続ける学者先生でございます。一方で桃姫は雪の城との間に三人の子をなして、名の通り百まで生きたと言われておりますが、文献にそれ以上の記録はなく、あとはご想像にお任せするよりほかありません。ともあれ、長くお付き合いいただいたこのおぼろ剣百鬼夜行の物語、その顛末は大略、核のごときものでございます。